こんにちは浦田健です、えー、マレーシアで初めて引っ越しをしました二年間住んでいた場所からですね五、えー、キロぐらい離れているところなんですけどもより環境のいいところに、えー、引っ越してまいりました、えー、自宅引っ越し先の自宅で初めてのミニセミナー行きたいと思いますで最近新聞を読んでいましたら、えー、不動産の貸し出しがですね千九百九十年前後のですね不動産バブル期を抜いて 過去最大になったという記事が載っていました。その額が約11兆円ということになります。これはですね、安倍のミックスで金融緩和が行われて市場にお金がジャブジャブこうあり余っちゃった影響が不動産に向かっているわけですけれども、ですね、なかなか買えないというですね相談が非常に多くなっています。 買えないというのは、えー、当たり前のことで、その不動産の融資が増えた結果、ですね、えー、そのお金が、えー、不動産の価格を押し上げているということと、金融緩和をやって財政出動をしているということは、ですね円をですね、えー、意図的にこう下落させるということになりますので、えー、海外マネーも入ってきているということで、不動産がですね、 高騰して、えー、なかなか買えないということになっているわけですね、え結論から言いますと、ですね、えー、実力のない人、えー、初心者の大家さんはですね、えー、今、買う、物件を買うべきではありません、こういうお話をすると、いや、あの,あの人は買ってるじゃないか、この人も大型の投資をおお続けてるじゃないかというような、えー、お話をいただくんですが、こういう人たちはですね、えー、いわゆるベテランの方々で、えー、いわゆる自分で、 インターネットでこう探したりとかです、ね、足下く不動産業者を訪ねて、物件情報を依頼しなくても、向こうからこう物件情報がやってくるというような状態になっているわけですね。でこれはなぜかというと、彼らが今、どんどん買い進めている人たちがです、ね、過去、いつから不動産投資を始めたのかを見ていくことで、 その秘密がひも解かれていくわけですけれども、2000年の IT バブル崩壊以降、ですね金持ち倒産、貧乏倒産のブームもありまして、レバレッジを利かした不動産投資というのが非常に流行り始めました、そのバブル崩壊後、ですね海外のですねアメリカのサブプライムローンに端を発した、このファンドバブルというのが2007年ぐらいまで続きました。 この2000年以降の IT バブル以降に、ですね不動産投資を始められた方は非常にうまくいっている、でさらにはです、ね、2007年、8年のリーマンショック以降、ですねこのファンドバブルが崩壊した後不動産融資が冷え込んで、不動産価格も下落した時に、不動産を買っている人が今、うまくいってますし、さらに2011年の東日本大震災の後に、 やはりマーケットが冷え込んだとき、融資が絞り込まれたときに、不動産投資を始めている方が、今、何もしなくても不動産の情報が仕入れられて買えるというわけなんですね。こういう人たちは、もう売ったり買ったり、売ったり買ったりしていますので、いわゆるこう市場に出回る前の物件を仕入れることができます、つまり例えて言うなら、サービスはですね、要するに不良債権の処理会社の。 に行くような情報をですね、こう業者間のまあ入札みたいな形で購入できるような方もいらっしゃいます。で、こういう人たちはですね、やっぱりその融資がしぼんだときに、えー、頭金をある程度入れて購入できるだけのまあ実力あるいは属性を持っていたから買えたわけですね。今はどちらかというと自己資金があんまりなくてもですね、属性さえ良ければ。 不動産融資を引けますので、買うことはできるんだけれども、市場に5、6%の物件しかありませんので、なかなか買えないということになるわけですで今、買える不動産投資家の特徴というのは、あの皆さんが欲しがるの物件というのは、えー、きれいで利回りがいい物件ですよね、でしかも安い,でそういうの、そういう物件を業者から持ってこられて、これなら買えますよこれ、こういう物件がありますよ。 利回りが今低の、低いのが当たり前なので、低くても、多少0.5%とか1%ぐらいこう、えー、例えば7.3、4%ぐらいだと、お高い、いい物件だということで飛びつくしちゃう人がいるんですけれども、今、どんどん買い進められている、まあ、いわゆるメガ大屋さんみたいな人たちはですね、えー、一般的に言う、いい物件を買いません。えー、どういうういいことかというとかボロ物件であったり 全固、えっと、空室みたいな、まあ、そういう物件を買って、ですね、えー、リノベーションをして、客付けをして、ででこう利回り化していくっていくとになるわけです、まあ、通常、ですねあの素人の方はそういうことじゃなくて、まあ、買って、もうすぐ利回りが出せる、何もしなくてもう片手間でみたいなものを探すので、まああ、利回りの低い物件しかないということになるわけですね。